ハロー YouTube。 昨日のアンチは今日の友。ピアワーク。エンドウ豆の作業。2024年3月8日金曜日。皆さんこんにちは。二代目農園主のベンガル猫の春野くんです。また高い場所からよろしくお願いします。その前にチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いいたします。今日は私が農園で作業します。エンドウ豆の支柱の補強とネット張りです。そら豆の補強と肥料やりです。豆類は自分で肥料を根粒菌を作り出すから普段は肥料がいらないけど花が咲く時期だけ肥料を少しあげるんだ。そら豆は特に豆類の中でも肥料食いだからね。3月にあげればいいと思う。枝豆を花の咲く時期にあげるんだ。枝豆はまだだけどね。それじゃあ畑に行ってくるね。ベンガルジャンプ。エンドウ豆の支柱とネットを張りました。こちらの面はグリーンピースです。防寒で枯れ草の藁を敷いてオクラの木を抜かずにそのまま使用しました。補強でイボダケを使って横沢グラス支柱を使いました。こちらは絹さやエンドウです。絹さやスナップグリーンピースを植えました。最後にネットを張りました。これで完成です。エンドウはすぐに終わるので後先にキュウリとゴーヤを植えます。こちらはそら豆です。風で倒れないようにアーチ支柱で補強して鶏糞を少し上げました。のらぼう菜を植え替えました。隣はニンニクです。こちらは玉ねぎです。白と早生の白です。赤玉ねぎもあります。肥料は1月と2月に鶏糞をあげました。肥料はこれ以上はダメです。保存性が悪くなるのであとは雑草だけ抜くだけです。こちらは早生の白です。全部で300本あります。だいぶ太くなり成長しています。早ければ早生は4月に収穫できます。保存性の良い中奥手は5月半ばから6月頃の収穫予定です。秋冬のサニーレタスです。これから食べられます。春にレタス関係の種まきします。秋冬の最後のキャベツです。これが最後の一つです。芽キャベツです。こちらも最後に小さすぎて失敗ですが無理やり収穫して食べました。収穫したサニーレタスです。お日様さんさん浴びて肉厚と歯ごたえがあって玉レタスよりもビタミンが豊富です。
ドレッシングをかける前のサニーレタスです。サラダです。農園の飯テロ食堂です。大根パの炒め物、和風ハンバーグの大根おろし、九条ネギと大根菜の味噌汁です。当農園の冬野菜のメニューです。これから農園定食をショート動画でアップします。皆さんチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いいたします。皆さんどうでした？飯テロ農園食堂の定食はヘルシーですよ。エンドウ豆のネット張りが終わりました。あるものを使いました。なんだか建築現場みたいになったけど、そら豆の補強と肥料やりも終了して二段落したよ。これから里芋の種芋を掘り出して植えるから、白菜も片付けるようだ。その後に汚泥堆肥を入れてトラクターで令和の小作人を呼んで耕すんだ。夏野菜の仕上げの畝作りとさつまいもの畑作りなど、これから忙しくなるよ。皆さんウェルカム。皆さんいつもありがとうございます。それじゃ農園の宿舎に帰るね。ひとっ飛びだ、ベンガルジャンプ。農園主も宿舎に着きました。誰かいるかな。農園主お湯を飲みます。お湯は美味しいな。農園主ご帰宅です。こたつハウスでお休みです。皆さんいつもご視聴くださりありがとうございます。よろしければチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いいたします。それではバイバイでーん。